次の曲はですね、そうですね、今日はちょっと寒いんですけど、だんだんこれからポカポカと暖かくなる、そんな週末のお昼間に聴きたいなっていうようなイメージで書きました。片思いの曲なんですけれども、ちょっと残念な歌詞にはなっていますが、あったかい曲なのでよかったら聴いてください。 I'm in love。
さんのアイオンラブ聞いていただきました。今日はですねというか、普段安本美代のブログをご覧いただいている方はちょっとびっくりされてるかもしれないんですけど、まず今日ドレスアップしていますね。私ちょっと目が仕込んできました、あと最近ブログでよく書いているメガネスタイル、皆さん大丈夫ですか？花粉症とか私花粉症なんですけども、アレルギーがすごいのが出てしまってですね、今目薬治療中なんですけど、いかんせん私メガネをつけてるとどうも弱気になってしまうんですね。普段から強気だっていうわけでもないんですけど、どうもなんかこうパワーが欠けてしまう気がして、もう今日のためにといっても過言ではありません。ちゃんと目薬1日4回4目やって治してきました。でもまだまだこれからも治療を続けていきます。そんなたわいもないことしか書いてないんですけど、よかったらブログの方も見ていただけたらと思います。そこにですね、名刺サイズのカードを今日持ってきているので、よかったらそちらだけでも持って帰ってもらえたら嬉しいなと思います。皆さんもアレルギー等々お持ちの方いらっしゃいましたら、あと季節の変わり目とか風邪も引きやすいですよね。ぜひ気をつけてください。私も気をつけます。